はい、こんにちは。日本改革党、くつざわでーす。都内なんですけど、近所の大手牛丼屋さんが閉まってました。お盆で、バイト確保できなかったんだなぁ。大学生なんか帰省しちゃいますしね。外食産業は飽和が明らかなんで、まあ無理せず休んでくれたらいいんじゃないか。牛丼を食わないと死んでしまうなんて人は、その数はいないと思いますんで、マックもなんか24時間営業店を次々やめてるみたいですね。24時間やってた店はですね、10時までとかに次々変わってるみたいですよ。とあるコンサルさん、売り上げ増やそうとして営業時間を延長するバカ経営者。利益は増えるだろうけど割に合わない。時間を営業時間を2倍にしても利益は2倍にならないよ。大変なだけで、だそうで。あと品物の値段下げるのもバカ経営者。大変になるだけで利益は増えないよ。みたいなことも言っておりました。内田達る、神戸女学院名誉教授、括弧仏文学、政策は適切だし、議員たちの知性も倫理性も卓越しているのに、どうして共産党の支持率は上がらないのか、と投稿し、世間を大爆笑させてしまいました。政策は適切？知性も倫理性も卓越？俺知ってる共産党と違うな世論です。はてなはてなはてな、冗談きついわ。そういうとこだぞ。俺の知ってる共産党と違う。そう思ってるのが党員しかいないから。本気で言ってる？笑えるんだけど、その勘違いと思い上がりのせいじゃないですかね。政策不適切で知性も倫理観も皆無野郎がいい。真剣にこう思ってるなら恐ろしい。なんかこれあれだな、ダニング・クルーガー効果。バカほど自己評価が高い。っていうですね、普遍性を持つ法則っていうんですか、ダニング・クルーガー法則とでも言いましょうか。それっぽいなーって思いますけれども、なんかバカで根性が悪いブサイクの男がですね、で仕事もできねえの。俺は天才で性格もいいのに、なんでモテないんだろうっていう、言ってるイメージが浮かんできますね。この共産党の自画自賛、そういうとこだぞ。そんなこともわからないからではって思ったそこのあなた、その通りです。なぜ支持率上がらない、上がらないどころか下がり続けていく政争ですよね。我々に改善点はないって、思って言ってるうちは改善しないんだから支持率なんか上がりませんよね。批判すとですね、攻撃されてるとか言っちゃうし、シーカズを自ら代表選やったらっていうと問答無用で除名だしね。つまり自分の悪いところが見つけられない、だからいつまでたっても改善しない、じゃあ支持率上がんない。自己愛性人格障害やソシオパスは自分の異常性に困ってないんで治療は困難だそうで、そもそも治療を受けない、俺って変かなって思わないっていうですね。政策は適切、9条を生かした外交で戦争回避。具体的にはだから9条を生かした外交で具体的には、戦争は絶対避けなければ、具体的には9条を生かした外交で戦争回避。共産党の政策ってこんな感じなんですよね。何聞いてもですね、なんかちんぷんかんぷんでさっぱり。知性と倫理観が卓越。過去に宮本委員長、かっこ、不破鉄造の前の委員長、宮本健二って言ったかな、自らスパイを疑った部下を拷問で殺したり、スパイを疑った部下を自らが手を下して拷問で殺したり、なんか死んでましたかなんか言って、警官を殺害するぐらいの知性と倫理観は持ってますね。知性と倫理観が卓越したらサドルにぶっかけませんよね。知性も倫理観もどっちも欠けてると思わざるを得ないよな。なんかパヨ界隈ってヘズマリュウとかスシローとかの迷惑動画をですね、面白がる界隈と本質が同じじゃないかっていうのを昨日思いついたんですけど、バカで幼稚な連中はですね、バカで幼稚な迷惑行為を競う、迷惑なほど再生数稼げるっていうですね、これが迷惑界隈ですね。バカで幼稚なパヨ界隈がそれぞれに、バカで幼稚な言動を競って目立てば
著作をテレビで取り上げてくれるし、サンモニには出れるし、大学教授にもなれるし、学術会議にも入れるし、社団法人作って公金収入もできるし、国会議員にもなれると、共産党に認められて公認もらったりね、韓国に行ってなんか土下座してた鳩山由紀夫もですね、バカで幼稚競争、バカで幼稚競技会、出品で引退してまで何やってんだこのバカはって思うんですけれども、パヨール石井さんはいまいち滑ってますね、内田教授はですね、パヨ競技の成功者ですかね、できたできないの工学部、失敗成功がすぐわかる工学部、まあ理系なんか、と違ってですね、普通文学の研究なんか優劣つかないですもんね、パヨ教授がパヨ弟子引き上げてですね、大学中がパヨパヨしちゃってんのが今のあの学会なんじゃないかな、大学のあの現状なんじゃないかな、思いますけれども、迷惑界隈とパヨ界隈は本質的に一緒、バカで幼稚が集まってバカで幼稚を競技競争している、どんだけ、バカで幼稚かを競っている、じゃないかというのを昨日思いつきました。勤続20年以上で得られた税優遇がなくなることで退職金増税が決定だそうであります。日経新聞の試算では勤続30年以上退職金2500万円の場合、今までより45万円手取りが減るってことは45万円増税されるってことでしょうね。世論です。普通に増税で草、今後の増税分は全て高齢者の医療費に回るらしい。公務員も増税される。 Y 自営業引く身の見物、30年で2500万ももらえないだろう。大企業はもらえんのかな、取れるとこから取ろうという姿勢が許せん。控除減らすだけだから増税ではない理論、なんかシンプルかつストレートに増税してるよね。だってあの控除や優遇なくすだけで増税ではないって、あのいやいや払う税金増えてんだから増税でしょ。それにその理論なら他にもあの無限に近く増税、つまり控除外される優遇なくされる候補がありますの、困ったな。しかしあの財務省のあの上の方は自分らの退職金もあの減るのに、あのそれでもあのみんなから増税したいっていうその根性が恐れ入りますね。驚いた。75歳以上後期高齢者医療費が20兆円ほど不足してるみたいであります。今後の増税分は全てそちらに回るそうで、75歳以上って言えばザ団塊世代、人数があの何千多いんで医療費も莫大なんでしょうね、かといってあの人数多い層がですね、まあ10年、ぐらい10年20年経って減っても医療費に余裕ができても決して減税はしねえんだろうな、減税した試しがねえもん。あの戦後の日本で減税した試しがない。20年後はこれまた人数が多い団塊ジュニア世代がですね、後期高齢者になるしね。20年後、私生きてたら75、6になるもんな、いうことで、今後は意識ないのに生かされてるとか、胃に穴あげてチューブで栄養を無理やり流し込まれて無理やり生かされてるとかの過剰医療やめるべきでは。本人だって苦しいだけでちっとも嬉しくないんじゃない。私獣医ですけど、犬や猫にすらそんな目合わせんのかわいそうで、やりたくないですよ。ただね、あの心臓を動かすためだけの医療はしないっていう北欧を見習えと、北欧スウェーデンノルウェーなんかでは食えなくなったらまあ寿命だよねっていうことで、まあ水だけ置いて自宅であのひっそりと息引き取るってパターンが多いみたいですよ。この板にもですね、俺は2500万ももらえないから関係がないみたいなおまぬけさんがちらほら、いやそういうことじゃなくて、あの2500万円は日経が出したモデルケースであって、勤続20年以上の優遇なくなるって言うんだから、その、 あの退職金全てに関係あることなんで、日本人の3割は行政文書程度の日本語を理解できないを実感いたしました。川口市や都内で複数の桃やぶどうの路上販売目撃情報、大塚にもおりました。こちらは桃でした。見かけたら通報という記事ね。世論、俺はあれを盗品だと思ってる。山崎健さんだもんな。
これ、あの、山形県産か山梨県産を漢字間違ってんでしょうね。なんか南米系の外国人が売ってんのが多いっちゅうんだけど、盗難臭いじゃなく盗難、盗品買うのも犯罪、駅前で5個700円で売ってた、こういうの見かけたら即通報してる、真面目な青果店の営業妨害だ、これ食って腹下しても自己責任、こういうのは領収書出さないから法律違反、これどうしたのって聞くと、私の実家で作った食べ物とても安全と答える、品切れすると仲間が今夜集めてくるっていう、実家はどこ行ったんだこういうの見かけたら通報協力よろしくお願いします。スマホで110番にかけるとですね、位置情報をオフしててもですね、自動で所轄にかかるようになってます、匿名通報大丈夫です、名前言わないで通報しても大丈夫です。通報した後その場を立ち去っても全然構いません。電話番号はですね、警察に知られますけれども、警察が調べようと思ったら誰の電話番号でも調べられるんで、そんなのどうってことはありません。道路使用許可はなさそうですよ。食品販売は保健所の許可が必要では、領収書出さないのは違法じゃないか。こんな感じで警察に通報してください。青果店と農家を救いましょう。メルカリにもですね、盗品とおぼしき果物大量出品されているそうです。 DNA 鑑定で盗品かどうかすぐ分かんのに、農家に残ってる木とですね、その果物の DNA 鑑定すれば一発じゃん。摘発されたの聞かないのは警察がサボってんでしょうね、これね。警察がサボってるうちは被害絶えませんね。農家の皆さん気の毒なんで、やる気のない警察に代わって我々が果物警察やりましょう。そうしましょう。まあいますよね。いわきにもスイカ売りいたな、そういえば。バイパスのとこにトラック止めて、スイカ売ってたな、怪しい。米国の2022年度、去年ですね、自殺が過去最多の 49,499人、約5万人ですね。ベセラ厚生長官、米国人の10人中9人がメンタルヘルスの危機に直面していると考えている。助けを求めることは、助けるを求めることを弱さの表れと考えるのをやめて、アメリカンメンヘラ多すぎですね。あと助けを求めることは弱いこと、って考えて、助けを求めないっていうのがその自殺の原因だみたいなこと言ってますけれども、世論です。精神科医は患者を作るのが仕事。お前らも精神科で眠れないとか適当なと言えば、漏れなく精神病にしてもらえるぞ。むしろ残りの一人が異常なのでは。毎週バーベキューに参加しなきゃ社会不適合者扱いの国だし、セラピー受けてる自慢する国だし、アメリカ人ってなんであんなにカウンセリング好きなの。日本も精神科は大繁盛だぞ。マッスル思考の脳筋でメンヘラとかやべえ。なんかね、ムキムキのメンヘラとかおっかない。人口当たりの自殺者数は日本とそんな変わらないんですね。キリスト教がメジャーだから少ないかって思ってましたけど、10人中9人がメンヘラ危機なら、そっちの方が正常なんだよ。そっちの方が正常な、メンヘラ危機でない方が異常っていうかね。誰でも変なとこあんじゃないの、大なり小なり。まあ一郎もね、こうバッターボックスでこういう動作しないと気が済まないとか、毎日カレー食わないと気が済まないとか、ホームではここに立たないと気が済まないとか、そういうのもある意味異常でしょ。ランの京阿弥、ピーターがやった役なんですけど、まあ道化師っていうか狂言師っていうか道化ですか、ランってわかりますか。黒澤明監督のラン、リア王のパクリのね、パクリっていう、狂ったこの世で狂うなら気は確かる、世の中狂ってんだから狂ってんのが正常なんじゃねえのっていう、セリフがあるんですけど、精神科に行けば何らかの病名をつけてもらえるのは事実ですよね。全くの成長なんて軽手に嗅ぐわけないんだよな。獣医的にはですね、未知の症状や病原が絶対存在しないわけもなく、診断書出すなら現在のところ異常は見当たらないとしか書けませんよね。異常はないっては書けない。検査が下手で、見つけ方が下手で、あとは検査の不具合で、見つかんないだけかもしれないんで、まあ見当たらないっていうのがまあデフォルトであります。アメリカもそれは変わらないんじゃないの？
精神科に行きさえすれば何らかの病名つけてもらえんじゃないの。アメリカのセラピー大繁盛、カウンセリング大繁盛、有名カウンセラーにかかってることを、まあ、セレブが自慢したりしますしね。アメリカ式のあの脳筋メンヘラテストを受けるとほとんどの日本人がうつって診断されるんだって。ネクラとかそんな感じなのかな。鋼鉄の意志と不屈の闘志と強メンタルじゃないとアメリカでは正常って診断されないのかな。ハードル高すぎるよな。まあ書類仕事でもこっから始めないと気が済まないとかそういうのはありますよね。あとなんか発達障害の子供だとまず味噌汁全部飲み切っちゃって次におかず全部食い切っちゃって次に漬物全部食い切っちゃって、最後にご飯を全部食ってみたいな食べ方、これもある意味異常ですよね。結局何が言いたいかっていうと世の中で正常とか異常とかまあよくわかんない、混沌としている誰しもが異常なとこを持ってんじゃないですかね。私だって毎日こうやって動画上げてんのも普通の人から見たらよく毎日喋ることあるような異常だよなということにもなりかねません。なりかねます。なりかねません。ですしね。お盆休み、なんか台風がですね、愛知の方に、それてる。まあ大阪に行っちゃうかもしれない。みたいな感じで、東京は電車止まったりはなさそうなんですけども、そういうわけで8月15日、メール党員様、懇親会、よろしくご出席、よろしくお願いします。デトックスジャパン。